こんばんは、若松宗男チャンネルでございます。昨日ちょっと私間違えましてね、参院選の投票率の件なんですけど、52.05% だったようですね。なんか私途中の情報をね見て、ちょっと低すぎるなと思っちゃったんだけど、まあせめて 50% 以上いかないとねって言ったんですが、まあ 52.05% で、まあでもこれでもね、やっぱりまあ前回の2019年よりはね、まあ若干上がってるよ、高かったようですけど、でもまあ今回の 52.05 っていうのはやっぱり過去やっぱり4番目の低さらしいですよ。だから決してね 50% ちょっとあったからいいってわけではないですね。でも本当にね、これ投票率をねこの上げるっていうのがね難しいよこれは。っていうのはね、組織票があるねところは投票率上がんない方がいいわけだよね。投票率低い中での組織票が多くなるわけだから、まあ結果ね有利になるわけですよね。だからやっぱりまあ自民党にしろ公明党にしろね、結構組織票を持ってるからね、多いから、やっぱりこう浮動票がたくさんね、まあだから投票率が上がっちゃうと、まあ浮動票がもちろん多くなるわけですよね。そうするとね、組織票の割合がね相対的に低くなっちゃうから、まあ不利になるっていうね。だからまあある意味ではね、まあ投票率があんまり上がらない方がいいっていうこともね、まあ分かんないわけじゃないけど、でもやっぱり国民にとってはね、できるだけ多くの方がね、ジャッジしてその中でやっぱり決めてほしいなっていう気がしますよね。以前誰だったかな、あるね自民党の、まあ、総理大臣が、まあ、ちょっと口を滑らしたのか、いや投票日に雨降ればいいなみたいなね。まあでもね、やっぱり基本的にそんな消極的なっていうのかな、後ろ向きの発想は良くないよね。やっぱり堂々とね、やっぱり胸を張ってね、やっぱり戦っていただいて、やっぱりね堂々と戦ってねいただかないと、現実問題今度ね当選していろいろ国民のためにね尽くすわけですから、この尽くし方がね堂々としてないと、やっぱりこうねなんか仲間内だけで物事を決めちゃうってことになるから、どうしたってね国民を、まあ、サトウキみたいなふうになっちゃうから、やっぱりね国民に味方する一つの政治をねぜひやっていただきたいというふうに思います。なんか昨日も同じこと言ったかな。まあ大事なことですので、またよろしくお願いいたします。ありがとうございます。